皆様こんにちは。株式会社孫一チャンネルです。本日はですね、こちらですね、この間の動画でも紹介しましたけど、松尾飯店さんに来ました。うちの人がですね、激辛が得意ということで、ここも激辛があるんでね、激辛を食べながら、人には食べてもらいながら、私と専務は大食いをするという企画でね、はい、VS でやっていきたいと思います。どっちがきついかですね。はい、それではじゃあ食べていきましょう。行ってきまーす。すごい、このお座敷用意してくれた。すごい、めちゃめちゃこれすごい。はい、そんなの食べてるの。だって買っていって俺先に行ったね。全然これ、お座敷用意してくれたんですけど、すごい、奥にありがとうございます。ありがとうございます。本当にじゃあついさんでね、マスクの方ね、取らせていただきます。すいません。メニューがですね、ランチメニューがこうありまして、ランチがね、結構ある。それでは注文していきます。すいません、はい、担々麺の一番辛いの、はい、10倍になります。10倍と担々麺の、すいません、担々麺なんですけど、白と黒どっちにしますか。黒で。黒、はい、黒の10倍ですか。はい、はい、あと四川ラーメンの、はい、醤油で、醤油、ご飯どうします。五目、あ、チャーハンで、チャーハンで、五目ラーメン、五目ラーメン、醤油五目ラーメンでよろしいですね、はい、あと卵チャーハンでいいですか。はい、はい、あとすいません、はい、別で、はい、バンバンジー定食、定食、はい、と唐揚げ定食、唐揚げ定食、はい、定食はすいませんね、ちょっと10分か15分も、あ、全然本当に、牛肉とピーマンの細切り、はい、白ご飯でよろしいですか。はいですね、はい、いいです、はい、お願いします、はい、以上で、すいません、はい、ありがとうございます。すいません。今日ね、厨房の方ね、終わりました。担々麺のね、10倍をね、やばいよ、辛さ10倍だよ、すごくない。専務にこれスープだけ飲んでもらおうよ。え、ちょっと、ね、一切だって、ま、罰ゲームじゃないよ。ちょっと、ちょっと、ほんとに無理だよ。俺、それだけでね、反応しちゃうから反応しちゃうから。何の反応で、何やんの、何やんの。今度いつか罰ゲームで辛いの食べさせれば、どんな反応する。マジやばい、マジでやばい、反応出るもん。ジルマシン食べないぞ。いや、それは言えない、もう反応出ちゃうから。何の反応でやる。いや、それはお楽しみ。だから、うちはそんなに汗に一票。ちょっとでも辛いの食べるとさ、唇こんななるよ。え、見たい。ねえ、逆に見たい。じゃあ、感覚だぜ、俺の。じゃあ、さっきから何もなってないよね。感覚かいの、ただの。ベリカみたいになるの。そう、こうなるよ、こう。こう唇が逆にベリカになったと思ったら、実際にはなってない、脳の中でなってる。そうそう、自分の中でベリカになった。やべえっつって、脳だよ、口が。おい、どういう状態よそれ。初めて聞いたけどね、それ。チンジャオロース定食来ました。美味しそう。いや、マジ美味しそうだね。てかご飯の量多いね。はい、ありがとうございます。お、美味しそう。じゃーん、バンバンジー。すごくない？超美味しそうなんだけど。やばい。俺ここでバンバンジー好きだったんだから。マジで？ここのバンバンジーを小学校の時に食べて、このタレだけ買ってくれる。すげえ。そのタレだけお袋が買ってってくれて、家でこの鶏を、あ、鶏肉ね、あれして、うん、だからバンバンジーは間違いなく食べる。マジ美味しそう。やばい。はい、はい、ありがとうございます。はい、醤油ごまくラーメン届きました。はい、醤油ごまくラーメン、美味しそう。でかっ。はい、ありがとうございます。10倍来ました。やばい色。え、色やばくない。こちら四川ラーメン来ました。じゃあ食べていきますよ、みんなで。いただきます。いただきます。やばい、これやばくない？色、色、細麺の縮れ、細麺の縮れないか、細麺の超縮れのストレート。いただきます。え、怖い、食べんのがこれ辛い、これ汚れ出てきた。うん、いただきます。これ四川ラーメン、これで私ね、小学校の時から通ってるんですけど、これ四川ラーメン醤油本当に美味しくて、細麺ストレートなんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、これ皆さん静岡県民なら分かると思うんですけど、爽やかをちょこちょこ食べたいですよね。私はここの四川ラーメンなんですよ。ここの四川ラーメンをもう本当に1週間に1回ぐらい食べたくなって、こそこそ通っております。めちゃめちゃ美味しい、本当に食べてほしい。さっきから食べてるんですけど、私ね、全然平気。うん、全然平気、超美味しい、普通に。なんだ、五目ラーメンね、めっちゃうまいんですよ。
でもちょっとね、でもね、変態なんで五目。ねえ、変態なんだけど。五目あんかけチャーハンにして。あ、いいね。ちょっとこっちにもうね、これがね、お目立ち行ってもどこ行ってもね、五目あると大体五目頼む。ああ。ご飯の上にかけるんですよ。いいね、それで置いて後で一気に食べちゃう。え、初めて知った。でもこの食べ方、利口かもしれないね。それでもめちゃくちゃやるんですよ、どこ行っても。利口。あ、それ美味しそう。食べ方。ちょっとこれ美味しそう。専務がね、辛いものが食べれないんで、ちょっとスープだけで、ね、私。私的にこれは全然辛くないから、色やばいけど。これは多少辛いのいけます。全然いけると思う。普通に辛いし。普通に辛いし。本当に？いや、私全然。これ辛くねえって結構やばいぜ。辛くないよ。やっぱ10からある、10からあるよ、味覚おかしいんじゃないの、本当にめちゃめちゃ辛い、あれ後でめちゃくるじゃん、これこれうちの中で3からぐらい、嘘言うな、こんな辛いのドカレーじゃねえかよ、ドカレー損した損した、唐揚げ定食です、ありがとうございます、ありがとうございます、え、待って見て、はい、でかー唐揚げ、でかいでかー、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、お願いします、え、唐揚げ超美味しそうなんだけど、やばー、バンバンジーちょっと食べてみて、めちゃめちゃ美味しいんで、バンバンジー、ここのバンバンジーはソースだけね買って帰って家でこの鶏肉の上にねかけて食べるって、どう、味めっちゃ美味しいでしょ、美味しい、美味しいな、うん、バンバンジーいいね、女性にもいいね、ヘルシー、うん、って言ってる間にもう専務なんかもうラーメン食べ終わってるから、ね、早っ早っ、このバンバンジーに勝てるバンバンジーあったらね、皆さん教えてください、ここのバンバンジー有名とかってあったらね、私食べ行きます、慎太郎さんもね、うん、濃厚、あうまいな、中華だったらもう俺ここにかけるとこないと思うな、この辺、いや、私欲しいわ、うん、まずまだまずいって言うんだよ、ぜひ食べに行ってください、唐揚げ量がすごい、塩コショウついてるんで、うん、振ります、ジャンボさん、いや、マジでかい、私も殺しのこれぐらい、本当だ、いただきます、骨食べた、骨付きだったね、あ、骨付きの、え、そうなの、ニラリは美味しいね、うん、うまい、骨の周りがね、でも、すごいジューシー、うん、ジューシー、うん、結構な量だよね、これ量が多いね、うん、すごく多い、多い、ライスとかも、すごい食べてないですけど、これライスこれね、ちょっと普通の茶碗の2杯分ぐらいあるんですよね、でかい、小列じゃないもんね、ラーメンも多いよね、麺多いよね、麺多い、大人の男の人でも結構腹、定食でお腹いっぱいになりますね、はい、定食1個でいいのかな、ラーメン 1.5 玉分ぐらいありそう、うん、普通そうだよね、1個だもん、本当に、うん、おいしい、辛ラーメン完食、担々麺完食、普通に食べれちゃった、いいね、すごいね、え、マジでかい、やばくない、でかいよ、これ骨あんのかな、え、あるかな、あるか、やば、おいしすぎ、こういうペースだけど、まあ、やや薄口で、このついてる塩コショウをかけるとちょうどいい、専務の真似してみました、私もチンジャオロースを卵チャーハンにかけます、卵チャーハンもねすごいパラパラで美味しいね、チンジャオロース、チンジャオロースを美味しい、無類の美味しさ、専務も私も汗がやばいです、寝ません、私代謝悪いから汗とか出ません、間違えた、陽性だから汗とか出ません、陽性だろうだから結構腹いっぱいになるもんだよね、うん、卵チャーハン完食、卵スープも美味しいな、この優しい味、ボリュームやばいよね、ボリュームすごいよ、うん、あ汗やばやばいよ、あースープ美味しい、そうだね、本当に辛ラーメンのスープ美味しい、最後バンバンジー丼にして食べてます、これ食べ終わってからね、うん、一人でラーメンでも食べてね、ランチ撮影しようかなと思ってたけどガッと無理結構きつい、ちょっとこの辺でちょっと線の時限のね熊落としよう一切お腹動いてない感じ、動いてる動いてる動いてる、顔って顔怖い、いやもう見てもらわせ、しかも全く落ちない、これいや落ちんだろうね、全く落ちない、定食だったもんね、3人前ぐらいあるもん、2人前じゃない、これ定食1個で 1.5 人分あるよね、あるあるある、きついけど美味しいからね、食べれちゃう、いつから気づくかゲームじゃん、じゃあまだね、あったかいのスープがすごくない、それって辛いもんだよ、これめっちゃ辛いもん、無理無理無理、
今日はありがとう。じゃあ大丈夫、これは大丈夫なやつだよ。今度俺なんか負けたら。じゃあチョンはチョン無理。マジ時間大変だから無理。あ、そう本当にダメじゃん本当に反応止まらなくなっちゃう。いや本当は全部辛いんですよ、見たことない。じゃあ正解なんだけどね。いや、わさびとか生姜とかはいいよ。あ、唐辛子系がダメ。赤色だ、赤辛いのがタバスコとかも。ということで食べ終わりました。みんなの方がね、最後スープ飲んでますけど、もう本当に1人前の定食で 1.5 人前ぐらいの、ね、量があるんでね、もう味はもちろん保証しますんで、抜群の。で皆さんじゃあ手を合わせてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。皆様チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。お願いします。それじゃあね、バイバイ。バイバイ。